はい、びっくりしすぎやね。追いつかへんな。はい、気抜いてたな。でですね、はい、今年、特に印象に残っている商品ベスト3を、今から発表したいと思います。今年1年もうね、年末も暮れは皆さんあの今年はお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。暮れということで、まあ今年1年僕らスタッフ、店舗スタッフ通してなんか、あ、これ売った時にすげえもんが売れたなって印象に残った商品ベスト3を紹介していこうかなと思います。はい、よし、いきます。第3位第3位はですね、はい、何回か画像を見たことある方も多いんじゃないでしょうか。ドン、はい、クロムハーツのレザーパッチのバケットハットですね、はい、これが期間限定というかその年1年だけ発売されたモデル、うん、そうですね。で再販とかもなく、そもそもの規格がレディースに近いサイズなんですよ。 SML 一応確認はしてるんですけど、 M サイズはちょっとほとんどの男性がしんどいかなっていうサイズで、だから男性とかおしゃれな方が被るってなったら L サイズになってくるんですよ。まあそれでも60センチあるかないかなんで、まあ入らないって方も多いんですけれども、僕はきついですね。意外に翔平も頭大きいから、うん、でも僕もきついですね。あ、そうなんだ。このバケハなんですけど、やっぱりこうバケハって結構ファッショナブルなアイテムとしてね、そもそもいろんなブランドで注目されてて、うちではディオールやったりシャネルやったりバケハ入るために即即売れちゃうんですけど、クロムのバケハってなった時に、まあ、一番、まあ、強いというか、うん、インパクトがあって、うんうん、なおかつまあ物ももう今手に入らない、特に新品なんか手に入らないっていうのがこのバケハなんですけど、うん、これを今年何回もないかな、今年1回しかないんかな、お売りさせていただきまして、あれですよ、うち100万200万の商品最近めっちゃポンポン売れてるイメージですよ。実際売れてるんですけど、そう、それには及ばないです、正直及ばないんですけど、なぜこれが3位だったか、皆さんバケハですよ。はい、ドン、60万円です。バケハです。宝飾品ではなくバケハで60万円です。なんか金額だけを見たら確かに60万円ってアパレルやったりジュエリーやったりってね、うん、まあ割とこう、まあ僕らとかでも頑張って買おうかなって思えるんですけど、バケハっすよ。これがやっぱり確かにこう、しかもこの60万っていうのがどんどん相場がどうしても上がってきてるんですよ。でもそれをこの方はポンと、まあ被って似合って買うっていうぐらいのテンポやったんで、まあそういう買い方も印象的だなっていうのを含めて、今回は3位になってます。へぇー、はい、そうなんや。そうです。じゃあその売れたっていうのも L サイズが売れたってこと？L サイズです。あ、やっぱそうなんや。いやー、それ定価知ってる方からしたら高い高いって思われてもしゃあないんですけど、定価はいくらぐらいの？ね、20万ぐらいやったような思うんですよ、うん、でもほんまにそんな今のこの相場見た時に比べたら安っって思うかもしれないですね。うーん、以上第3位がこのクロマハーツレザーのフルレザーのバケットハットでございます。ありがとうございます。買ってくださった方ありがとうございます。3位バケハか。3位バケハですね。これ行かれてましたね。行かれてましたね。今回あれですよ、高単価はベスト3じゃないですよ、あくまで印象に残った商品ですからね。そうですね。そういうこと、はい、続いて第2位、ゼブラ柄のハラコレザーの505で、ここら辺もですね、多分通常ラインで国内に展開することはまあまあまあまずないんですよ。ほとんどがオーダー、まあファクトリーとか受注にするオーダーであったりとか、まあ VIP さんが頼んだ注文の品がこうやって巡り巡ってうちに入ってくる、世界中のバイヤーとしてうちに入ってくるっていうシリーズの一つなんですけれど、担当地区にね、価格だけいくとバン120万。まあ、さっき言ったようにね、だいたいリーバイスのノーマルの黒パッチが流通が今80で買えるかどうかってぐらいなんですよね。特別な仕様のパッチだったりとか、パッチ配置、パッチの数、あと使ってるボディの具合で値段って上がってくるんですけど、このハラコがどうしてもこういいボディ、まあ色落ち具合もこうやって画像見たらわかるように結構まあ浅いインディゴというか知ってる中で、しかもハラコっていうスペシャルパッチをつけちゃってるので、どうしてもそこよりさらに一回り相場上がって120万円になります。ただこれを買ってくださった方は僕はよく知ってるんですけども、まあ即決です。見た即決、はい、ほんまに即決です。あ、じゃあこれ買うんでぐらいの返事でいただきましたので。でもそうなんですよ、うちに入ってくるこういうデニムってポンポンストーリーに上がってるんですけど、結構悩んでくださる方多いんですよね。うわ、それどうしても欲しいんですけど、でも金額がもちろん高いじゃないですか。ただやっぱりこのスピードでうち売れるんですよ。うわ、なんか一本いいの欲しいなって思う方がいたら、せっかくこの単価出すんやったら、うわ直感でこれって思った時にでも買わないとね。結構その後に後悔されて、ストーリーのソールド上がった後に、これ売れたんですか、これいくらだったんですか、これ欲しかったですっていうのが結構多いんで、もうちょっとこれ以外にもリーバイスシリーズでもうちょっと画像が載せれないやつだったりとか、お客様のあれでご存知して欲しくないってやつももちろんあるんですけれども、まあそういうね、自分だけのオリジナル1本、欲しい1本が見つかった時に、カッとこの人みたいに買っていただけたら、まあこの人何本持ってるんですけど。で、第2位が120万円のゼブラハラコ、リーバイス505でございました。
はい、ここで第1位の前にですね、はい、おおおなんかね、やっぱりあるんですよ、漫画編ってやつが。お、来た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 。あの一応ね、僕らもアパレルショップなんで、アパレル限定で、まあ、印象に残ったやつ3点バンバンバンって上げてきたんですけど、はい、こんなものも売ってるよっていうのがありまして、しかもまあある程度高額で、僕らアパレルですよね。アパレルです。僕アパレルです。アパレルです、はい。まあまだギリギリ靴は許してもらってもいいですか。もちろんですね。はい、はい、ドン。これ形は見たことある方まあ多いんじゃないでしょうか。やっぱこう、うちだってハイブラが好きな方だったらエルメス、イズミール、クロコ、もうここのこの3単語多分聞いたことない方多いんじゃないでしょうか。エルメスで65万円。65万円。笑っちゃったよ。さっきのバケ派と同じかもしれないですね。サンダルに65万円っていうのはなかなか僕ら売ってる側の感覚としても、いや、よもやよもは買わんだろうと。これ一応面白いから提案しようかなって思って、買わんだろうって思って僕のお客さんに LINE したんですよ、うん、こんな面白いものが入りましたよ、わら、うん、どうですか、まる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 、どんな詳細で65万円です、わら。 LINE を打って、携帯置いて、パソコン打ってパッて見たら、それ買いで来てました。早かったっすね、あれ。早かったっす。あれ早かった。これはあの、そういうやり取りも込めて印象にめっちゃ僕残ってたんで、あ、ぜひ出したいなと思って出させていただきました。ニヤニヤしてましたよ、あの時。そうだね、僕あの時ニヤニヤしました。すごい面白いものが好きな方やったんで、これはどうかって思ってね。あ、なるほど、ね、そうなんですよ、ハマったみたいで。どうですか、あの、今見られてる方何人に一人がね、一人でもこう、あの、サンダルに65万円を出そうと思える方、まあ、いたらいたらでコメントいただけたらすごい嬉しいんですけれども。3人はどう？絶対無理です。出せないです。さすがに。絶対無理ですね。モリンは？まあでも、ね、あの、アマゾン行ってワニ仕留めるところも考えて、60万ですか？やったらまあ全然ありちゃいますかね。やってこいや。そう、っていうことを含めて、これちょっと番外編ながら面白い商品ということに加えました、うん、でもこれでもまだギリギリアパレル、まあアパレルです、これ。まあそうですね、ギリギリアパレルです。よろしく、アパレルですよね。アパレルです。アパレルじゃないもの、かつジュエリーでもなく、そもそも多分服屋で扱わないものをなんか販売したっていう噂があるんですよ。ギャンブルチックなというか、ギャンブル、はい、ドーン。面白いものを出す代表的ブランドといえばエルメスさんです。ですね、こちらのエルメスの麻雀台なんですけど、まあまあまあ、麻雀台というか麻雀っすね。麻雀セットです。台は別なんですよ。麻雀の台は自分でセットしなきゃいけないんですけれども、4人プレイできるような麻雀の牌と、あとあの棒。僕麻雀やったことないんですよ。展望っすね。あとサイコロとかそこら辺のセットが全て集約されて、しかもマホガニ、まあ上質な木で作って、裏がレザー張りなんですよね。あの文字というか、なんていうの、あの東とか書いてるやつあるよ。あ、はいはい、トン。なるほど。いや、読み方聞いとるんじゃないよ。定価も相当相当高いんですけど、さっき言った言葉を取り消すわけじゃないけど、たかが麻雀台ですよ。エルメスさんが出す麻雀台いくらか、いくらで売ったんだ僕らは。85万円です。まあ、そもそもの定価で言っちゃうと、もうちょっと実は高いんですよ。あ、そう、そうなんですよ。めっちゃ言ったら悪いですけど、結構バーキンとかピコタンとかそこら辺のモデルを買いたくて、お付き合いでそういう、まあ、おもちゃだったりとか置物とかマイナー商品を買われる方って実はうちの VIP さんにもすごいいらっしゃって、まあ、割とそれは画面の向こうの皆さんも、まあ、そういう経験はしたことがあるのかなと思うんですけど、じゃあそれを、あ、面白いねっつってリセール、まあ、僕らのリセール店で85万で買うって割とぶっ飛んでるんですよね。確かにね。あの、本当にこう二次流通の相場よりはちょっとだけ、あの、100とか下手し200くらいでこう動いてたやつなんですけど、もともと相場が少ないんでね、あれなんですけど、ただそれを85万円で、あ、じゃあ買いでって感じで買っていってくださったので、まあそれ、まあ、またそれも含めてなんですけど、ただついにメメモリ麻雀を売るかと。はい、で、あの、番外編はこれで一旦終わらせてもらって、まあ衝撃の1位というか、ある意味これはファッション以外が好きな方でも刺さる一品じゃないかなっていうのは、それがドン。はい、まあ出した意味がないですね。そうですね。あの、黒抜きの画像一部すら出せないんですよ、これ実は。あの、黒抜きの画像でうちの翔平が隠れてるだけの悲惨な画面が続いてると思うんですけれど、あんまり言葉でも説明できなくて、本当にクロムハーツです。ものはクロムハーツのデニムジャケットですね。ジップアップデニムジャケットなんですけど、これもちょっと詳細が本当に言えなくて、パッチ配置だったりとかデザインが本当に特殊になっていて、で、じゃあなぜこれがそれだけ特殊でそもそも出せないかっていうと、おそらくファッション業界が好きな方だったら一回は耳にしたことがある某グループの私物です。私物でもあり、なおかつ PV でバチバチに着用されてます。まんまそのものです。え、なんかそのさ、同モデルで、あ、違います、あの、そこじゃないの、オーダーです。
こう黒松結構あるんですよ。ハリウッドの人だったりとか、そういうアーティスト、世界トップランクのアーティストとコラボというか、その人のスペシャルモデル、夢どころで言うとドレイクとか、ね、そこら辺の方の専用のために作ったもので、なんならそういうアーティストのためだけに使った色だから、作ったモデルだから、作った形だから、もうその方以外のオーダーは作らないよ。本当の意味でのワールドワンっていうのがたまに出てくるんですけど、やばかったね。やばいっすね。やばいっすね。でね、モデル自体もね、めちゃめちゃかっこいい。画像載せれないのが申し訳ないぐらいめちゃめちゃかっこよくて。で、やっぱね、そういうアーティストさん、アンさんが作ってる。やっぱ感性が違うなっていうのが、普通見たことあるのって、パッチ配置とかってね、なんかある程度こう決まったパッチ配置で色変えたり素材変えたりっていうのは見たことあると思うんですけど、そこにつけるか、その付け方するか、そのパッチを使うかっていうのをもうマジでふんだんに詰め込んでるんですよ。そこはやっぱりこう、そういう歌で成功した人の感性を盛りだくさんにしてるモデルなのかなっていうのをひしひしと感じましたし、まあむしろね、なんか額縁とかに入れて飾ったりとか、そういうコレクションアイテムとして飾ればね、完全にあのモデルってそれだけで映えるんでいいんかなって思ったんですけど、まあご本人さんバチバチに切られてるんで、でそうですね、まあこれで今度の語ってもしゃあないですね。気になるお値段です。ダン250万円。おでもさ、どうなんやろ、なんかそのでもなんか納得できますよね。なまだなんかこう250万ってなったんですけど、でもそれがそれだけの背景があるジャケットなんですよね。うん、ってなったら価格ってつかないんですよ。やっぱりそういうもう好きな人からすれば喉から手出るじゃないですか、アイテムやし。でも興味ない人からしたら250万のジャケットってえってなるんですよね。確かにそうか。で今画像も載してないから、多分みんなの頭の中でどんなジャケットって250万みたいなそうや、ね、一体何をどうしたら250万になるんやって考えられてると思うんですけど、まあでもそこはね、なんか本当にプライスレスの世界なんで、いいねの世界じゃないですか。僕らが400って言ったら400になっちゃう品物なんですよ。でも人が10万って言ったら10万の品物なんですよ。そういうものを僕らからというか、まあうちのボスなんですけどね、ボスから買っていただいたっていうのが本当に嬉しいですし、やっぱり印象に、そういう背景含めて印象にあったってことで、これも1位、金額含めて、まあ堂々の1位かな。うん、いやなんか聞いて納得やわ、うん、マジでどうやって仕入れたって感じ。僕も不思議でならないですでそれをその方も一回検討しますはなかったです。あ、なかったんや。その場で買われました。なかったです。初見で、画像は載せれないんで、初見で見て、聞いて、うん、で、背景を僕と一緒に聞いて、あ、じゃあ買うねっていう感じで買われたんで、やっぱりね、こう、オーソドックスモデルより、トップモデル、トップレアピースになればなるほど、即決になるんですよ、みんな。だからさっき言った、一期一会なんですよ、デニムと一緒です。あ、そうなんや。そこで逃して後悔するなら買ってしまえっていう方が多いです。で、その後に後悔したって話は聞かないんで。へなんか、一回悩みたいって方も、まあ、僕とかもそうですし、一回こう来て何もかも気に入って金額も OK やけど、でも一回悩まな気が済まない人って多分いると思うんですよ。うん、割と、ごめんなさい、僕らに関して言うと、そういう、特にレアピースになればなるほど、一回検討するで置いて、その間に流れちゃう、売れちゃう。で、後々結局後悔して同じモデル探してって探したけど、もうそれって絶対値段上がったりするんですよね。そういう相場とかブランドって。もうもやもやだけ溜まって終わっちゃうとかって多いんで、やっぱりこう高ければ高いほど、ある意味その男気じゃないですけど、必要なんかなっていうのはすごい、まあこの1年通じて特に思いましたね。めちゃくちゃ面白いな。そうなんです、面白いんですよ。まあでも本当に迷ってるうちになくなる。そう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 。だからそれを多分、分かってらっしゃるってことですね。そう。分かってらっしゃる方がやっぱ多いなと思います。その方は。でもそうやってなんか店全体通しても、どんどんこうやって、売る力がある、じゃあこれも売ってみろって感じで、結構いろんな VIP さんから面白い商品の提案がいて、でそれをさらに売ってっていうので、どんどんなんかこうスパイラルじゃないですけど、上昇スパイラルを描いていって、まあ、いつか本当にね、あの日本トップになって世界的に回せる時があるんじゃないかなっていうのは本気で考えてるんで。かっこいいこと言うやん。こっち見ながら言っちゃったカメラからこう目をそらす。画面が見れんかった。いやでもなんかそうやね、その今年1年でさ、はい、今までのメメモリから考えると、こういうの売ってなかったよねっていうものを仕入れて売ってっていうのが増えたよね。そうなんですよ。でそれを面白がってくださるお客さんもすごい増えてきて、うんうん、でそれを噂で聞いて、どん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 コミュニティが広がっていく。まさかでもね、麻雀牌が売れるお店やと思わなかったですね。さすがにね、うん、去年入社前までは。あの個人的にやけど、そういうちょっと変わったもの、すごい気になるんですよ。まだちょっと探しといてください。
難しい。いやなんかそのアパレルやけど、はい、こういうのも売ってますみたいなのは、皆さんも多分知りたい部分かなと。だって売ってないと思ってるもん絶対。まあそうですよね、うん、なんか本当に服とかね、そうそうそう、まあ、せいぜいがちょっとした、まあ、バッグとかジュエリーぐらいかなと思ってる方いると思うんですけど、うん、でもそんなんやったら僕あれですよ、ちょっと大人の事情でできなかったんですけど、小型っていうか大型のカヤック、あ僕大型のカヤック売ろうとしましたからね本気でしましたね。本気で売ろうとしました。ただもうアメリカ、もうね US 側からちょっとこれは運べないって言われて、うん、そうやね、断念したんですけど、だからそれを欲しがる方と売ろうとするやつがいるってことですねじゃああれなんや、そのお客様からしても例えば他のところでは無理やけど、はい、メモリによったらなんとかなるんちゃうかみたいなのはあるんかな。そうです、それに本気で答えたかったんですけどUS 側からペケ出されたらさすがに無理でしたいやでもなんか僕らもね面白いもの売りたいですね、そろそろね、うん、ちょっと2人ないのその面白いもの売れますよ。いやちょっとメガネが面白いもの売りすぎですよ正直。じゃあ年内今年も残すところ2日最後まで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。